はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、今回はマリナーズに関する話をしていきますが、現地8月19日の試合終わった時点でマリナーズは66勝54敗、ワイルドカードの1枠目を保持している状況です。後半戦始まってからはアストロズにボコボコにされたりですとか、フリオやフランスの故障もあったりと思い通りにいかないこともあったんですが、それでもハニガーの復帰やカスティーヨの獲得など明るい話題もありまして、アストロズ、ヤンキースと計13試合を戦った後半戦最初の20試合10勝10敗、以前の動画でここが後半戦いきなり山場になると言ったと思いますが、なんだかんだ5割で切り抜けましたし、アストロズ戦を除けばヤンキース相手には2カード連続で勝ち越しを決めたりと、実にコンテンダーのチームらしい戦いを見せてくれたんじゃないのかなと。相変わらず1点差のゲーム、僅差のゲームが好きなようで、見ている側からすれば一戦一戦ハラハラする展開ばかりで、着実に寿命が縮まっていることを実感する日々ですが、シーズンも残り42試合、この調子を維持してどうにかプレーオフに進みたいところですね。さて、そんなプレーオフ争い真っ只中のマリナーズですが、今回はサム・ハガティの最近の活躍をピックアップしたいと思います。ハガティは今季が MLB4 年目の28歳のユーティリティですが、今季50試合で打率3割1分、OPS8 割5分3厘、ウィンザボリプレイスメントも 1.4 と予想外にバッティングでインパクトを残している点は、マリナーズ戦ご覧の方であればお気づきでしょう。ユーティリティとは言いながらも今季は外野での出場が多く、打順はだいたい8番、9番あたりを任されることが多いハガティですが、下位打線からヒットを打って出塁したり、MLB 上位 8% に入る自慢のスピードを生かして塁上でかき回したりと、いろんな形でチャンスを作る彼の姿はここ1ヶ月1ヶ月半くらいは非常に印象的な光景ですよね。テイラートラメルの故障を受けて6月29日に MLB 再昇格を果たしたハガティですが、再昇格後に限れば打率3割3分と成績は一流打者そのものです。これだけ打てるんだったら少し上位打線で試してみてもいいんじゃないかと思ってしまうくらいにはバッティングで存在感を発揮しているここのところのハガティです。実際チームへの貢献度も非常に高くなっています。マリナーズはシーズンワーストとなる借金10に沈んだ直後の6月21日の試合から見事にシーズンを立て直していきまして、この間は球団史上2番目の長さとなった14連勝もありましたが、6月21日以降の野手陣の成績をファングラフ算出のウィンザーボリプレイスメント順に並べるとご覧の通り、カル・ローリー、フリオ・ロドリゲスに次いでハガティがチーム内3位のウィンザーボリプレイスメント、WRC プラスに至ってはフリオやウィンカーよりもこの期間中は上ということで、ちょっと信じがたい成績ですよね。要するにチーム最強打者が9番に座っている、なんとも不思議な状態となっている最近のマリナーズ打線です。ハガティずっと打っているなぁとはおそらく皆さんも思っていたことでしょうが、ここまでの活躍とは思わなかったんじゃないですかね。私も正直、こんなに WRC プラス高いのかとこれ見て思いました。最近は下位打線を打つことが多いフレイジャーもようやく調子を取り戻しつつあるため、フレイジャー、ハガティの8番、9番コンビが上位打線の1番フリオ、2番フランスにつなぐ光景もよく見るようにもなってきましたよね。ハニガーも帰ってきたのを含め打線のバランスはかなり良くなってきたんじゃないかなと思う日々です。しかしハガティがこれほどの活躍を見せるようになるとは夢にも思いませんでしたね。もともとハガティは2015年ドラフト24巡目指名を当時のクリーブランドインディアンスから受けてプロ入りを果たすと、2018年のオフにケビン・プラウェッキーとのトレードでメッツ移籍、マイナー時代から様々なポジションを守りながら徐々に打撃も成長していきまして、マイナーの階層を上がっていくとトレード後の2019年シーズンに初めてメジャー昇格、守備固めとしての起用が中心で11試合で4打席の出場にとどまるとオフに DFA を受け、ウェーバー経由で今のマリナーズへ。マリナーズがちょうど絶賛再建中だったことも手伝ってメジャーでそれなりにチャンスを与えられまして、昨年は開幕ロースターにも入りました。打率1割8分6厘、OPS5 割3分8厘と、ユーティリティタイプとしても微妙なバッティングではあったものの、35試合の出場はキャリアハイで、マリナーズも特に彼のスピードツールには一定の評価はしていたと思います。ただ残念ながら5月下旬に肩の怪我で離脱となると、その後手術を受けることとなってしまい、そのままシーズン終了。シーズン中にアストロズからエイブラハム・トロを獲得し、またそもそも来年28歳の特に実績のないユーティリティをいつまでもロースターに抱えていても仕方ないため、ハガティはオフに40人枠からも外されてしまいました。スプリングトレーニングには招待選手として参加しましたが、あくまでデプス要員、主力級の活躍を見せてくれるとはフロントも全く考えていなかったでしょうから、まさかこんなところから好打者が生えてくるとはといった感じでしょうか。今季 AAA ではハガティ確かに結果残してはいましたが、 AAA とメジャーではレベルの面で全く異なることはジェレッド・ケルニックを見ればよくわかりますからね。マリナーズ今季最大のサプライズと言ってもいいかもしれないくらいのハガティの活躍です。
ハガティの今季のバッティング成績見て、まあこのあたりが変化として大きいかなと思いました。まずは転がさずにライナー主体のバッティングができている点。ハガティくらいのスピードがあれば転がしてヒットにするのも手かと思いますが、今季はゴロ率を大幅に減らして代わりにライナーを増やしています。ライナーの割合 27.2% は MLB の平均を上回る水準で、昨年の彼と比べてもかなりライナーを増やしてますね。またアプローチにも変化が見られ、よりアグレッシブにかつ空振りをしないようにもなっています。全体のスイング率 52.1%、コンタクト率 74.0% は共にキャリアハイの水準ですね。特に積極的に振りに行っているのが今のところ功を奏しているのかなと思っていまして、3球目までに仕掛けることが結構多いのかなと、3球目までの打率が4割1分と高く、深いカウントで自らを不利な状況に追い込まず、早いカウントの速球系のボールをうまく捉えることができているのかなと思います。あとは単純に運の良さもあるでしょう。今季の BABIP3 割9分2厘はキャリア平均を大きく上回っています。ハガティのような俊速高打タイプは BABIP 高めに出がちですが、そうは言っても今季 AAA では3割2分5厘とキャリア平均に近い水準でしたので、まあさすがに今のハガティは出来すぎの感も否めません。割合を増やしたライナーも XBA と比べて実際の打率が高く出ているため、野球の神様に愛されている側面もあるでしょうね。これから試合を重ねるにつれて今の打率はもう少し下がって、最終的にはシーズン打率で2割8分から2割9分台くらいに落ち着きそうですが、どうでしょうか。スイッチヒッターのハガティは今季左投手をかなり得意としているため、対左メインでの起用となればもしかしたら成績も維持できるかもしれませんが、ジークラムとうまく併用する手もあるでしょうか。という感じで今季大きなサプライズとなっているハガティの活躍、今後のチームでの立ち位置も気になるところです。今季は外野中心の起用となっているハガティですが、本来は内野手セカンドがメインの選手です。昨年肩の怪我もあったため、本人が大丈夫と感じるまではなるべく外野で起用するチーム方針のようですが、外野からの返球を見る限り大きな問題は抱えていなさそうではあります。マリナーズはセカンドのフレイジャーの契約が今季限りで切れ、今季のフレイジャーのパフォーマンスからして再契約は微妙なラインであるため、ハガティに来季セカンドレギュラーのチャンスを与えても面白そうなんじゃないのかなと。まあ今のバッティングを維持できるかも分かりませんし、ハガティのような選手をユーティリティで使えた方がチームとしては強そうではありますが、少なくともレギュラー獲得のチャンスをどこかで与えるに値する活躍ではあります。マリナーズが今後ハガティをどのように使っていくのか、そしてハガティがそれにどう応えていくのか、今後のプレーにも注目したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。